西新宿駅は東京都新宿区西新宿6丁目にある東京地下鉄丸の内線の駅である。駅番号は m 0 7。福駅名は東京医大病院前。西新宿地区の再開発に伴い新設された駅であるが路線の建設当時から駅間距離が 2km とやや長い新宿中の坂上間に駅の設置要望があったため。 将来の新駅設置を考慮した構造としていた。着工時の歌唱駅名は、栄岩日新宿であった。相対式ホーム2面2線を有する地下駅。大梅街道沿い日新宿8丁目、6丁目に出入り口がある。両ホームの上部にまたがる形で改札フロアが広がっているため、どちらの出入り口からもそのまま両方のホームへ降りることができる。当駅から、 地下通路で新宿アイランドタワーに直結している。また、駅を出て右折すると、ヒルトン東京、東京都庁舎、都営地下鉄大江戸線都庁前駅方面に伸びる、動く歩道を併設した地下連絡通路があるので、雨の日でも濡れずに新都心の各施設に移動することができる。2011年5月16日に地下通路、タイムズアベニューが東に延伸開通した。 東方の出口は新宿警察署北側、新宿の村ビルディングに設置された。新宿の村ビルディングは新宿センタービルと地下でつながっているので、西新宿駅から新宿駅に向かう三つ目で最短の地下通路が完成したことになるが、わかりづらい。この地下通路、タイムズアベニューは、大梅街道下を延伸して、新宿西口駅、新宿駅へとつなぐ工事が進められているが、 当初の2017年3月完成予定が遅延に次ぐ遅延を重ねている。2021年4月完成予定は直前の3月に6月予定へと延期発表された。また、新宿駅側の西端である18番出口は2022年11月まで閉鎖となっているため貫通しない形での地下道延伸としてのみ完成する可能性もある。アナウンスは 西新宿、東京医大病院前とされる。二番線ホームにある、方面標識は、更新前は新都心からのアクセスを考慮してか、赤坂見つ銀座大手町高楽園池袋方面、だったが、更新後に、新宿が付け加えられた。ワンマン運転開始に伴い、スイッチ制作の発車メロディが導入されている。曲は一番線が、ラッキーカード、二番線が、ピアノマンである。 2019年度の1日平均上行人員は9万1457人であり、東京メトロ全130駅中49位。丸の内線の単独駅では最も多い。開業後の1日平均上行、乗車人員推移は下表の通りである。東京医大病院もより手留所は東京医大病院前となる。ありがとうございます。